ある旅行会社の添乗員がツアー客と共に沖縄のリゾートホテルへ行ったそのリゾートホテルではプライベートビーチを持っているのだがそのビーチには潮の関係でよく死体が打ち上げられるというその打ち上げられた死体は一時ホテルの部屋で保存されることもあるその部屋は普段もちろん使われていないホテルの1階にある部屋だったが この添乗員はその部屋を使うことになった時期がお盆でどこの部屋も空いていなかったからだ添乗員は疲れもあり寝入りこそ良かったものの夜中壁に向かって横向きに眠っていたその背後の気配に気が付き目が覚めてしまったこの部屋の中で何人かが話し合っているような気配だった その何人かは時々添乗員に聞こえる声で「お前も入らないか?」と誘ってくるそしてその何人かは添乗員が起きている間にも増え続け最終的には1 5六6人ほどの気配がするまでになったその間にもその何人かは添乗員に「入ってこい」と誘いをかけついには「 声という声とともに肩にポンポンと叩かれ掴まれるような感触までも感じるようになった添乗員は冗談ではないと思ったがここは無視するにかると冷や汗と寝返りを打ちたくなる衝動をぐっとこらえ嘘の寝息を立てていた彼らは時々添乗員に声をかけるものの自分たちの話が盛り上がっているようだった しかしながら添乗員はひとときも気を抜けなかった、えー、気を抜くと振り返られそうで怖かったからだ振り返らせられそうで怖かったからだそれを延々2時間ほど続けていたらしい窓から,あ、ま、窓から薄明るい光が差し込んできたするとそれに伴い小さい部屋から気配が少しずつ消えていくのがわかる そして、日が明るくなるにつれて気配は消えていきとうとう彼が薄目を開けると前の壁に朝日の光が当たっていた「朝日が来た」と添乗員が体の力を抜いた瞬間「本当は起きてたくせに」と耳元で声が聞こえ今度こそ完璧に部屋の気配はなくなった。